どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。バージョン 2.4 後半がついに来ましたね。後半では、昇級が新実装されましたので、早速試していきたいと思います。昇級は前評判だと、読みやカフカなど、虚無を軸とした編成と合うような感じでしたが、楽しみなところですね。今回使用する昇級に関しですが、レベル75で光栄水は獲物の視点にしています。異物はメッセンジャー、囚人、銀河障子を採用しています。効果命中は 128% で速度は148にしています。和風を最大限活かせないっていうのはありますが、これでどれくらいの性能が出るのか試していきたいと思います。それでは実装初日ですが、いろいろ試してみましたので、早速解説に行きたいと思います。まずは昇級の戦闘特徴について話していきたいと思います。昇級を一言で言うなら、扱いやすい持続キャラっていうとこですね。それでは扱いやすい3つのポイントを見ていきたいと思います。まず1つ目。拡散スキルでデバフが付与できるというところです。スキルに関しては拡散となっているため、敵の数が多くても戦いやすい性能となっています。また、スキルによって独自の精進のデバフを付与することも可能となっています。このデバフが昇級の肝となるので覚えておくのが大事なところです。続いて2つ目、結界型の必殺技が強いというところですね。必殺技に関しては全体攻撃で発動後に結界を展開するようになっています。結界がある間は敵の必殺技ダメージがプラス 15% されるので、味方のダメージアップが狙えるっていうのがいいとこです。結界を張る時間も結構ターン数として長いので、それも魅力的なところですね。続いて3つ目、精進デバフが強いというとこです。こちらの精進デバフに関しては、最大で5層累積ができ、2ターン継続するようになっています。火ダメがアップし、層が高いほど効果も上がっていくってものになります。なので、なるべく層を貯めることが重要となるっていうところですね。超人デバフで火ダメをアップしながら敵を追い詰めるのが特徴となります。それでは続いて、昇級の覚えときたい性能について話していきたいと思います。こちらの性能に関しては、主に追加能力の面となります。ポイントとしては3つありますので、1つずつ話していきたいと思います。まずは1つ目、効果命中は 140% 以上を目指すっていうところです。効果命中に関してですが、80% を超えた時に、超過した効果命中 15% につき、攻撃力がプラス 60% されます。最大で 240% までいきますね。単純に攻撃力のバフがかかりますので、強力な追加能力となっています。140% 目指せるかどうかで、昇級の火力につながる部分となりますので、ぜひ効果命中は 140% 以上を目指していきましょう。続いて2つ目、結界があればデバフが付与できるというところです。必殺技の結界があれば、戦闘に入ってきた敵に対しても、最高総数の精進を付与することができます。これ最高総数と言ってますが、すでに出ている敵の中でってことになりますので、その点は注意が必要です。また、精進がついていない場合は、最低でも1層付与ができますので、必ずデバフが付与できるという意味では、かなりありがたい性能かなと思います。続いて3つ目、戦闘開始時に EP 回復ができるというところです。昇級の EP に関しては100と少なめになっており、発動の手助けになるので意外と嬉しいところです。早めに必殺技を使いたいっていうのがありますので、この性能は昇級と合っているところかと思います。昇級に関しては効果命中を盛るだけでデバフの付与率と攻撃力がアップできるっていうのが嬉しいポイントです。続いて昇級の凸について話していきたいと思います。昇級の凸に関しては、精進の効果をアップしたり、結界の性能アップっていうのが多いです。それでは、凸について話していきたいと思います。凸に関しては、2凸で持続ダメージキャラとして活躍がしやすくなるというところです。凸の効果で、余ダメアップや敵の攻撃力ダウンなど、デバフ性能を伸ばせるものが多いというところがありますが、より味方のダメージ貢献がしやすくなるのが2凸目となります。超人状態の敵に対して、ダメージ倍率が 300% ですからね。持続編成でも活躍ができるようになりますので、ダメージキャラとして幅を広げるのであれば、2凸を目指すようにしましょう。それ以外に関しては、デバフの性能を伸ばすって思ってもらえるといいかと思います。それでは、ここから装備について話していきたいと思います。まずは、光栄水の候補についてです。おすすめに関しては、上から順となっています。まず1つ目、持ち光栄水の肉のメカの春です。こちらに関しては装備するだけで効果命中を飛躍的に伸ばすことが可能となります。追加能力のバフ条件とデバフ付与の確率を大幅にアップできます。どれくらい伸びるかって言われると効果命中は 60% 伸びます。意外と 60% で 140% 満たすことが多いので嬉しい性能となってるんですよね。
さらにこの攻撃戦に関しては受けるダメージをアップする専用デバフも付与できますので、これも強いところかなっていうところです。続いて2つ目の攻撃戦です。2つ目は獲物の視線となります。こちらに関してはなるべく貫突しているといいかと思います。まずこちらに関してですが、貫突をしていれば効果命中が 40% アップするようになっています。超級の厳選緩和ができますので嬉しい要素かと思います。さらに持続ダメージもアップしますので、火力面でもサポートができるようになります。続いて3つ目、限定公演水となりますが、初めてのクエストの前になります。まあ、イベント限定の公演水なんで持ってる人はというところになりますが、こちらも効果命中を 40% アップすることが可能です。なので持っているなら装備するのはありというところですね。ただし自身で防御力ダウンができないっていうのがありますので、 EP 回復面は狙いにくいっていうのがあります。続いて4つ目、決意は汗のように輝くです。効果命中アップはしないっていうのはありますが、通常攻撃でもデバフの付与ができるようになるため、公演性がないときは装備するのはありっていうところです。ただ今回紹介した中ではあまり優先度は高くないものとなります。できれば獲物の視線を持っておくのがいいかと思います。それでは続いて異物の候補についてです。まず異物についてですが、メッセンジャーか囚人止水のセット、それか囚人4セットがいいかと思います。分け方としては、読み編成なら速度を意識、持続なら囚人を採用というところですね。こちらのポイントに関しては、読み編成の場合はダメージよりも速度を意識して異物を合わせるってことが大事です。とにかくデバフをどんどん与えていくというところですね。カフカのような持続編成の対応の場合は、囚人で揃えるとダメ貢献しやすいというところがあります。組み合わせる編成によって変えるのがいいかと思います。続いてオーナメントについてです。こちらに関しては効果命中を盛りたいのであれば銀河障子を採用というところですね。セット効果として 10% とかなり低いなっていうところはありますが、意外とこの数値が大事になってきます。 140% 目指すの結構大変なんですよね。しかも先ほど話した公演水で獲物の視線とかを貫突してないとよりハードルが上がりますので、銀河障子の 10% はかなり貴重なものとなっています。現在他に効果命中が上げれるセットっていうものはありませんので、こちら一択になるかなっていうところです。それではメインステータスについて話していきたいと思います。胴体に関しては効果命中、靴に関しては速度か攻撃パーセント、玉に関しては炎ダメ、縄に関しては EP 回復となります。続いてサブステータスについてです。効果命中、速度、攻撃力、HP 防御となります。続いてエンドコンテンツのためのステータスとなります。実際クリアするときに必要だった数値ですね。まず HP に関してですが、3000以上を目指すといいかと思います。もともと HP が低いキャラではありますが、なるべく高くしていくといいかと思います。続いて攻撃力に関してですが、ブースト込みで4000あるといいかなというところです。なので通常2000ぐらいを目指すといいかと思います。続いて速度に関してですが、140以上をまず目指すといいかと思います。大体のアタッカーが130超えが多いと思いますので、それを上回るように設定をしてください。最後効果命中ですが、こちら 140% 以上を目指しましょう。追加能力のバフだけなら 140% 目指すのがいいかと思います。ただデバフ付与を完璧にしたいっていうのがあれば、180近くは欲しくなりますので、今回は 140% 以上としています。続いて編成についてです。編成は今回3つほどですね。まず1つ目、弓編成です。弓、アベンチュリン、超級、虚無キャラとなります。弓の残務獲得と相性が非常に良く、戦いやすい編成となっています。虚無キャラで属性対応などが可能になるのも嬉しいところですね。2突していれば、調和キャラも入れることが可能です。虚無枠に入れるのがいいかなというところです。実際に裏庭など使ってみましたが、超級の必殺技が切れなければとても回転率がいい編成となっていました。続いて2つ目、カフカ持続編成ですね。カフカ、ブラックスワン、超級、ポホとなります。こちらに関しては属性幅が広がり、より対応力がアップしたというところですね。ルアンなしでもデバフで敵を弱体できるのも嬉しいところとなります。ポホの攻撃力バフが全員とよりマッチするようになったという編成にもなってますね。ただこちらの編成に関しては、小級の持続ダメージが見込めないっていうのもありますので、一つをしてるとより恩恵を感じやすいのかなっていう編成になっています。続いて3つ目、小級星音編成ですね。メンバーとしては小級、ゲイナイフン、アスター、ギャラガーとなります。炎染めの持続編成が組めるっていうところです。
こちらの編成は全員攻撃することになりますので、攻撃頻度とギャラガーの回復性能がマッチするようになっています。また人生削りが強く燃焼との相性がいいのもポイントというところですね。ペーナイフに関して燃焼の発動が狙えるっていうのはありますが、このあたりも登場効果があって面白い編成かと思います。続いてエンドコンテンツの使用感となります。読みの編成を使って一通り試してきました。その時の使用感となります。まず裏庭に関してですが、読み編成なら十分な性能というところでした。超級によって読みの火力アップができるため、必殺技の発動ができればスムーズに攻略ができたっていうのがありましたね。デバフの付与のテンポも早いので、その点もターン短縮につながったなっていうのがあります。その他に虚構女児や末尾の幻影などに関してですが、持続ダメージの発動など相性があるためちょっと微妙という感じでした。火力不足を感じるところがありましたね。デバッファーとしては優秀なんですが、ダメージが重要となる虚構女児や末尾の幻影ではちょっと相性が悪く感じました。エンドコンテンツの適性としてはそこまで高くないのかなっていう風に感じましたね。デバッファーの部類になるので長級でダメージアップはできますが、火力貢献ができるかって言われると、なんかまだちょっとイマイチかなっていう風に感じました。なのでクリア目的で入れるとちょっと難しいキャラかもしれないですね。それでは長級の実装初日の総評について話していきたいと思います。今回は一通り試してみて、懸念点についてガチャについての3つで話していきます。まず一通り試してみてっていうところですが、あくまでデバッファーよりの性能というところになります。思ったよりも火力の提供ができないっていうのがあったため、デバッファーよりにイメージするといいのかなと思います。火力を出すなら攻撃力も必要になりますし、効果命中も欲しいというところになりますので、厳選の難易度もそれなりに高く感じましたね。ただ持続編成だと攻撃力のカバーができるっていうのもありますので、昇級自身がダメージを出しやすかったなっていう印象もあります。二突するとダメージ貢献はしやすいのかなと思いますが、無突だとかなり難易度の高いキャラだなと思います。続いて懸念点についてです。ダメージを出すまでが大変というところでしたね。昇級に関しては持続ダメージはカフカのように強制発動ではないっていうところがあります。なのでカフカがいないとあまり効果は見込めないように感じました。またウォートで使用していたんですが、スキルをあまり使わないという傾向がありました。なので結界の発動があれば敵ターンでもダメージは狙えるんですが、結界が切れた瞬間ダメージ減だったりデバフの付与があまりうまくいかないというのがありましたので、ウォート適性としてはちょっと低めなのかなと思います。また攻撃力がやはり大事なキャラとなっていましたので、ダメージを出す上では攻撃力に影響を受けるキャラだなと感じました。燃焼の効果が変わると一番いいのかなというところですが、やはり人生削りの分においてちょっと難しいキャラだなと感じましたね。それではガチャについて話していきたいと思います。ここに関しては個人の意見というところで聞いてください。個人的にはデバッファー不足ならありというキャラになっています。個人的に予備のデバフ要因としての期待が高かったので今回使ってみましたが、その他の編成などではちょっと扱いづらいなという印象になりました。読み編成や持続編成だった場合ならダメージを出す以外で役割があるため扱いやすいっていうのもあるんですが、その他の編成に入れようと思った時、使い方としてはデバッファーというところになるので、他の編成に入れるっていうところで適性が低くなるので優先度が下がるなっていう感じになりました。なので読み編成とか持続編成を強化する目的じゃない限りはあまり引くっていうのはおすすめできないなっていうのがあります。正直読み編成で十分かなっていうところがありますので、使用場面としては限定的になるのかなと感じてます。特にキャラが揃っているならそこまで必要性は感じにくいキャラかなっていうところですね。ただ読みと相性がいいキャラではありますので、読み編成の強化を狙うなら全然ありなキャラだと思います。このあたりは目的によって必要性が大きく変わるかなというところですね。ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。